国に引きずり込んでやるわ。甘い、甘いぞ。戦いの中で相手を選べるとでも思っていたのか。戦いは生半可な覚悟で勝てるほど甘い代物じゃねえ。ドズル閣下、モビルアーマービグザムの整備が整いました。いつでも出撃可能です。自らご登場いたしますか。了解しました。ビグザムは他の者に任せ至急発進させます。負けるかよ。
なめるなよ。お前らごとき、どうということはない。ジオンの名誉を汚す戦いはできない。行くぞ。我らの意地を見たか。宇宙市民の真の解放をつかみ取る。地球
中からの悪しき呪縛を我が正義の剣によって敵の主力か。いや違うな。休息かもしれん。仕方ねえだろ、まだ若いんだ。敵の主力か。いや違うな。
すごいプレッシャーだ、シャーカ。違う、だが強い。連邦の白い悪魔め、貴様に敗れ志半ばで散っていった幾百の英霊たちのために死をもって償ってもらう。なる使命を邪魔立てする者の末路が死のみであること。相手がただ者じゃなかったと思って、出なければ立場がない。あとは頼みます。戦闘を中断します。緊急連絡。ドズル閣下、キシリア様の命を受け馳せ参じました。微力ながら力添えさせていただきます。
礼だが自分の実我が軍の意地を見たか。報告します。連邦軍のソロモン攻撃部隊指揮官ディアンム中将が戦死しました。連邦部隊の士気が低下しています。覚えておく。
敵部隊の反応はありません。我が軍の勝利です。報告します。ソロモン中域の連邦部隊を殲滅しました。敵の反応はありません。ティアンム中将率いる連邦軍第二連合艦隊は壊滅した。連邦屈指の名将をもってしてもソロモンを落とすことはできなかったのだ。この事実はオデッサで勝利を収めた連邦軍の勢いをくじき、ジオン将兵に大きな希望をもたらした。死をも覚悟した思いは運命をも覆す力を持つ。ソロモン戦の勝利によって宇宙世紀の歴史は大きく変わろうとしていた。ドズル閣下、ギレン総帥から通信です。回線を回します。ドズル、よく持ちこたえてくれた。この勝利の価値は大きい。連邦軍もさぞかし焦っているだろうよ。だが損害が大きすぎる。もっと戦力を割いてくれればこのようなことにはならなかったはずだ。ソロモンを見捨てたつもりなどない。ビグザムを送ったはずだ。一個手段にも匹敵する戦力をな。まあいい、今はゆっくりと休んでおけ。連邦が次の作戦を開始した。おそらく敵の狙いはサイド3。残った戦力を集め一気に決着をつけるつもりだ。次の戦いは近いぞ。ドズル閣下、グラナダ基地から駆けつけてくれたマクベ大佐がお見えになっています。こたびの勝利おめでとうございます。ドズル閣下がソロモンを守っているうちは連邦軍も二度とソロモンに手を出しますまい。もう我々がソロモンにいる必要はないでしょう。グラナダ基地に帰還します。